今回の調査員は、はい、どうも前原浩と申します。よろしくお願いします。前原浩さん、 NHK 大河ドラマにも出演した今大注目の個性派俳優です。今回の記憶さん、17歳高校男子高2です。どんな美味しい記憶を持っているのかちょっと紹介したいと思います。祖父は料理上手で、祖父の父はある有名な料理研究家の師でもあった。そんな祖父が作ってくれた料理の中で私が一番好きなのはスパゲッティだ。小学校の運動会の時には必ずそのスパゲッティを大量に作って持ってきてくれていた。私は毎年運動会よりも祖父の持ってきてくれるスパゲッティを楽しみにしていた。今思い返してもあの時の感動に勝るものはない。あと数年で卒業を迎える祖父は年を経るごとに体が弱ってきている。私が成人するまで生きていてほしい。今の私のささやかな望みは将来祖父と二人で杯を交わすことである。こんなにおじいちゃんが大好きな高校生って今いるんすね。なんかピュアな、いやもうこれでそれこそなんか山崎賢人君みたいな子が出てきたら、もう見てる方たちうわーみたいな、あの眼鏡ちょっと邪魔みたいなことになりますよね。あ、記憶さんとの待ち合わせ場所はこちらの高校。毎年難関大学に合格者を数多く輩出する京都府内有数の進学校です。どんな子なのかすげえ緊張してきました。ここにその例の高校生がいるみたいなんでちょっと緊張する。覗いてみたいと思います。勉強してる。こんにちは。こんにちは。めちゃめちゃ勉強のできそうな。はい、田中です。今回の記憶さん、田中俊樹さん、実はこの学校の生徒会長。早速おいしい記憶の調査開始。おじいちゃんがこう作るスパゲッティっていうのはさ、どんなスパゲッティなの？なんかあるじゃない、いろいろ。はいはい。ナポリタンなのか。いや特にわからないです。え、今までに食べたことのない種類のスパゲッティ？いやもう麺だけなので。麺だけ？はい。もう本当に麺だけで色とかもついてない？いや色はちゃんとついてます。何色なの？ねオレンジだったかな。オレンジ、まあ、多分ケチャップかなんか使ってるんでしょ。じゃあナポリタンとかともちょっと違う。はい、もう具は何もないんで、なんていうあれなんかもわからないです。種類がわからない、はい、おじいちゃんの謎のスパゲッティをもう一度食べたいという記憶さん、その願いを叶えるため、あ、こっちです。京都市内のおじいちゃんのお宅へ。そうですかね。実は今記憶さんもおじいちゃんのお宅で家族一緒に暮らしているのだそう。ここです、はい、あ、どうぞ。すごい、お邪魔していいですか？はい、どうぞ。あ、お邪魔します。どうも、初めまして。今回ちょっとお世話になります。前原浩と申します。どうもよろしくお願いします。お世話になります。そっくりですね。あ、よく言われます。すぐにあの学校行っても親子とバレるらしくて。いや、すごいそっくりです。はい、よく言われます、うん、あ、どうも、妹です。妹さん、はい、あ、で、こちらが祖父です。よろしくお願いします、はい、こちらが噂のおじいちゃん、御年88歳。としきくんに昔お料理とかしてた時のこと覚えてたりします？としきくんしてやったことを言えば、うん、スパゲッティぐらいです。あ、スパゲッティ、うん、はい。そのスパゲッティのいろはを習得したのはおじいちゃんが若かりし頃、料理人の父が作っている様子を見よう見まねで覚えたのだそう。おじいちゃん昔かなり表になったりしました？アメリカの婦人部隊にして、うん、その女の子やら海あん仲ようなっていろいろしました。
婦人部隊の女の子と仲良くなっていろいろしたんですね。なるほど、いろいろな中身はちょっとまあ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 、それはそうですね。それでは破天荒なおじいちゃんに記憶さんからあのお願い事。じゃあまあ今日実は来たのはじゃあとしきくんがあるお願いがあって来たんですけれども。はい、まあ、そのあのさ、まあ、スパゲッティ何年やな、6年ぐらいさ、食べてへんやんか、で朝会にまあ作ってな、食べたいなっちゅうので、まあ作り方教えてくれんかいという話じゃんわ。じいちゃん大丈夫ですか？はい、はい、マイペースなおじいちゃんに教えてもらいながら思い出のスパゲッティ作りに挑戦。おじいちゃんに聞いたところ、材料は驚くほどシンプル。6年ぶりのスパゲッティ、無事完成するのでしょうか。おじいちゃん、最初に何から始めたらいいですか？スパゲッティを湯がくの。スパゲッティを湯がく、はい、まずはスパゲッティを湯がく。その後ホールトマトにバターを加え、柔らかくなるまで潰す。そして茹で上がったスパゲッティとホールトマトを絡ませる。すごい。ここでついにおじいちゃん自ら動き出す。こう入れるんですね。まあ、ケチャップ周りに刻む。さらに粉チーズを投入。チーズオイルがうまい。チーズすごい使うんですね。なんとも豪快。あ、でもすごいいい匂い。バターのめちゃめちゃいい匂い。つしきくん、匂いとかさ、ちょっと昔のなんか蘇ってきた。ちょっとまあ、じゃそうですね。やっぱその感じだった。うん、そうですね。見た目はなんか若干違うような気がするような、しないような。そう、どの辺違う？何分何、何年も前なんで。そうか、そうか、前の記憶だからね。もう一度やばいな。塩コショウ入って。昔の血が騒いできたおじいちゃん、ここで塩コショウをちょっと投入。ところが、あ、結構入ってるけど大丈夫。もうちょっとの量じゃなかったですけどね。この塩コショウ、吉と出るか凶と出るか。ちょっと笑ってる。めちゃめちゃ笑ってるけど、ちょっと、リカバーすべくおじいちゃんの指示で茹で汁を加えて味調整。そしてついに、はい、完成。はい、完成。完成。思い出のスパゲッティ不安そうだけど、とてもシンプルなおじいちゃんのスパゲッティ。途中ちょっとしたアクシデントもありましたが、果たしてその出来栄えは。まずはおじいちゃんが味見。いかがでございましょう。やっぱり塩やっぱり塩辛かったですか、ちょっと。そして6年ぶりの念願が叶う記憶さんは、うん、確かに塩辛いな。やっぱちょっと塩辛い。まあ、それ以外は大体こんなもんやと思いますよ。本当に、はい、砂場で食ってたな。上に座って、あ、そういうのとかもだからちょっと思い出す、食べてたら。まあね、
祖父と料理、まあ、こうやってやったのが初めてなので、うん、まあなんていうんですかね、まあいいエクスペリエンスにはなったかなというふうに思いますね。おじいちゃんでもずっと食べたことない止まらない止まらないですね。麺類好きだからね。もともとそうなんです ね, ね。そこよう似てるんですよね。うん、練り物と長いもんが大好きで、うん、もう全く一緒、練り物と長いもんは大好き。おじいちゃん、これからもお孫さんと美味しい記憶を一緒に作っていってくださいね。いつまでもお元気で。